も皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデルを使いまして、いろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん、音楽始めましょう。今回のテーマソングは、今真夏にこそ歌いたい冬の名曲いきます。ドン、ビーズのいつかのメリークリスマス。このいつかのメリークリスマスですけど、もちろんガズレレ YouTube チャンネルで過去に1回取り上げております。2017年なんで、まあ今から4、5年前なんですけど、まあ、今見るとですね、ちょっと不親切な動画になっておりますので、今回2021年バージョンとして、さらにかっこよく、さらにわかりやすく、さらに簡単になって再登場やってみたいと思います。いつものように2バージョンです。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしている、ゆっくりシンプル簡単バージョン。これはもうね、こうとろーんとこうつまびく、柔らかく弾く曲としてはもう最高の練習曲だと思います。シンプル簡単バージョンは初心者の方でもできますからね。はい、で後半はかっこいいバージョンです。こっちはね、ちょっといろんな面白い弾き方、こうとろかすようなね、とろける弾き方というテーマになると思います。はい、2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん、音楽始めよう。音楽って聞くの最高ですけど、やる方がもっと最高。今ご覧くださってるこのガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで音楽やってみたいなと思ったけどチャンスがなかったんですという方とか、楽器にチャレンジしたことあるんだけど挫折しましたみたいな方が、このちっちゃいウクレレ弾いて歌う弾き語りができるプログラム、すぐできるプログラムがあります。このプログラムを今も全世界中の方が見てくださって、このガズレレシステムで何十万人も音楽始めてる人生まれてます。皆さんもすぐできるんで続いていきましょう。もうちょっとしたらこのプログラムのリンクをここに貼り付けていきます。このリンク先にジャンプしてもらって、上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレを触ってるだけで本当にすぐできます。 YouTube 動画ですから、もちろん無料ですからね。今すぐ音楽始めましょう。それではこのプログラム、ここですよ。いってらっしゃい、クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲が、このちっちゃいウクレレ一本で弾いて歌えるレッスン動画と課題曲、すでに1600曲以上もアップロードされております。皆さんの好きな曲必ずあると思います。はい、どんどんやっていきましょう。それでは今日のテーマソング、いつかのメリークリスマス、まずは初心者さん向け超シンプル簡単バージョン、ゆっくりとやってみます。 1,2,3,4。せーの、シュルシャル。
ビーズのいつかのメリークリスマス、ガズレレ流シンプル簡単バージョン、ゆっくりしっとりやってみました。これはこうとろけるような響き、歌のメロディーとこのコードのね、これ響きが本当にこう気持ちがいいですね。はい、じっくり時間かけてクリスマスには思いっきり歌えるように練習していきましょう。今聞いていただいて分かったと思うんですけど、もちろんねガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンになってます。フルコーラスでやってみたら私全部やりたいんですという方、コード進行一緒ですね。2番とかこうコードを一緒、1番のコードを書いて2番の歌詞を書き足してオリジナルの楽譜を書く、これもいいと思いますよ。はい、まず初心者の方はね、今のシンプル簡単バージョンガズレレの動画と合わせるのをまず目的として一緒に練習していってください。歌詞とコード出てますから動画に合わせて何回も練習、これがいいと思いますね。1個目のゴール設定は YouTube シンプル簡単バージョンと一緒にできることだと思います。はい、で練習していって一緒にできるようになった方、おめでとうございます。ここまでできるだけでもう本当にすごいことだと思うんですけどね。そしたらもう次のステップどんどん行きましょう。次のステップは何かというと、今度はガズレレ YouTube の動画を見ずにご自身だけで音楽を生み出す、歌とリズムと音楽、これをやってほしいんですよね。はい、でもねその時ね最初から聞いて覚えるのはちょっと難しいんで、やっぱ楽譜を見ながらだんだん覚えていくのがいいと思うんですよね。いずれはねこの曲を覚えちゃってこう気持ちよく弾けるようになるのが目標ですけれども、ひとまずじゃあでもね楽譜をまず手に入れたいじゃないですか。どこにあるんでしょうって話になると思うんですけど、安心してください。今のね、演奏はですね、これ見てノート、このガズが書いた手書きのノートを見て今演奏したんですね。もうちょっとしたらこのカメラにこうやって写し、みんなもこうやって書いてみたらどうですかって写そうと思うんで、これシェアしようと思います。なんですけど、今ね、めちゃいいサービス始まってんですよ。これです。ガズクラブでございます。このガズクラブって一体なんだということなんですけど、このね、ガズクラブっていうのは毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたいつかのメリークリスマスの手書きの楽譜を含む、ガズが今まで書きまくってきたもう膨大な数のもう山ほどある中の楽譜のストックの中から、皆さん毎月5曲お好きな曲を選びいただいて、お手元にすぐダウンロードして、もちろんこれ全部 YouTube と連動してますからね。はい、すぐに練習に入っていけるぞという画期的なサービスなんです。でこのガズクラブなんですけど、楽譜のダウンロードだけじゃなくて他にも山ほどいろいろあります。最新情報としてはガズクラブメンバーだけが、めちゃくちゃ便利に利用できるアプリがあります。このアプリ、このアプリがあるんですよ。会員メンバーのすごいですよね。あとはですね、毎月2回行われている、ガズクラブメンバー限定のオンラインライブ配信、これがもう世界中からの参加でテーマ曲が毎回決まっててめちゃくちゃ盛り上がります。もう汗だくだくでもうわーって、ね、オンラインでこんなに楽しいんだって感じです。次回の日程はこちらになっております。これ皆さんガズクラブのメンバーになってこのイベント参加してください。毎月2回です。あとねちょっとガズクラブとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学っていうのもやってるんですよ。こちらは、YouTube のメンバーシッププログラムっていうのをやってまして、この今 YouTube 見てるここにメンバーになるというボタンがねパソコンで見てる方あると思うんですけど、ここでですね毎週2回ライブ配信をしながらウクレレのリズム練習、基本リズム練習もなんか千本ノックみたいなやつですねとか、面白いリズム構成とか、結構このお勉強です。大学ってついてるぐらいですから、このガズレレ大学は結構ねこう真面目ですよ。真面目トレーニングです。はい、だから、ガズクラブとガズレレ大学ちょっと分かりづらいんですけど、ガズクラブは楽譜を5曲ダウンロードできたりもうわちゃわちゃやるなんかこう一つの街みたいなイメージですね。ガズレレ大学はちょっとアカデミックにお勉強の場所になってますね。キャンパスライフみたいなね、まあこれ面白い。2つのこの活動してますんで、ぜひご参考にして、ちょっと、概要欄にこの2つの詳しいこと書いてありますんでご覧になってください。それとあともう1個最新情報なんですけど、ガズラジといってガズが朝7時半から毎朝ラジオ放送配信してます。スタンド FM というところで、ラジオ配信してばどなたでも無料でいつでもどこでも聞けて、アーカイブも聞けるようになってますんで、この辺のことも概要欄に書いておきますんでチェックしておいてください。はい、それではですね楽譜を見てまいりましょう。2021年改訂版のいつかのメリークリスマス、ビーズですね。はい、これはもう冬の名曲。行きましょう。見ていきましょう。はい、まずこれイントロなんですけど、シンプル簡単バージョンはいつも言ってるんですけど、上の段ですよ。下にこうくるっと囲ってるやつは、後半やるかっこいいバージョンで使うコードになってますんで、かっこいいバージョンやりたい方は下のコードを使っていきましょう。ひとまず今のは上の段をもうゆっくりやったということ。これ伸ばすって書いてあるんですけどね。これね、かっこいいバージョンではアルペジオプラスちょっと違う弾き方なんですけど、今のはこう伸ばしました。YouTube のこのテロップをちょっと確認しながらやってみてください。かける2って書いてあるんですけど、シンプル簡単バージョンは1回やって歌に入っていきましたが、かっこいいバージョンでは2回やろうと思います。はい、じゃあここから A メロが始まっていくんですけど、今みたいなちょっとね、こう下にくるっと囲ってるコードはかっこいいバージョンで、こんなの確認していただいて、今こうやって写しとくので、皆さんノートとかなんかにね、こう書いて、
ご自分の楽譜を作ってってください。それか、デモ演奏中の動画の途中のテロップを一時停止してメモってもらうのもいいと思うし、先ほど紹介させてもらったガスクラブで、この手書きのノート楽譜のダウンロード、こちらも一番いい、ご活用してください。これ楽だと思います。一番ね。で、ガズのノートの特徴は、この点でタイミング、言葉のタイミングを測ってるというのは結構、いつも言ってることなんですけど、これが結構役立つと思いますね。はい、まずこれ、A メロと B メロ、こうやってちょっと写しておくんで。書いていってください。ね。いいですね。はい。B メルのこのね、椅子を買ってあげたんだっていうところが、すごい、なんかストーリーがいい感じでございます。はい。そしてここ、サビですね。これがダーンといきたいところでございます。ダイナミックにのびのびといきたい感じでございます。はい。まあ、ちょっと言葉がね、結構、まあ、こういっぱい歌い回しというか、ビーズの稲葉さんの歌い方、これがすごく特徴的ですけれどもね。はい。で、この後もうね、ガズレレアレンジではもうラストのところ、一番最後のエンディングに行っちゃったんですけど、フルコーラスでやりたいなと思ってる方は、もう一回2番の A メロ、B メロ、もう一回サビみたいな感じで繰り返しになるんで、歌詞を変えて書き足すのがいいと思います。で、ここ最後こんな風に終わるよと、ラストのところですね。はい。で、シンプル簡単バージョンをここも僕は伸ばして演奏したんですけど、このかっこいい、バージョンではちょっとまたここ、弾き方を変えていくぞということで。はい。これが今のガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンの楽譜でございます。出てくるコードを見ていきましょう。赤く囲っているコードは後半出てくるかっこいいバージョンで使うコードなんで、今はひとまずちょっと隠しておきますね。はい。今映ってるコード見てください。コード今日7個です。言っていきます。C と Am と F、Dm、G7、E7、Em7 の、このね、今映ってる7個のコードはもうご安心のめちゃ入門コードです。ガズレレではもう毎度おなじみのコードのグループ。これ、ドン！ガズレレ必須コードのグループです。このガズレレ必須コードって一体何かというと、このちっちゃいウクレレ一本でね、音楽やってみたいなと思ってる初心者の方に、一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個のコードのグループの名前を呼んでおります。このガズレレ必須コードというふうに呼んでおります。でも10個も覚えなきゃいけないと大変だなと思うかもしれないんですけど、これ入門コードですからね。全部ね、1個ずつ見たらめっちゃ簡単。なんだけど、10個はいっぺんに頭に入れようと思うと、もうごちゃごちゃになっちゃうんで、私がめちゃくちゃ頭にスイスイ入っちゃう、すごいいい動画撮ってます。この動画見たらね、本当面白いように覚えられちゃうんで、ここにリンク貼っときます。必見です。今日はそのうちの7個出てくるんで、じっくり時間かけて10個のコードはね、なるべく早く覚えちゃうのがいいと思います。はい。じゃあそれではここからかっこいいバージョンの解説に入っていこうと思うんですけど、いつもここで言いたいタイミング、このタイミングで言いたい歌、この曲も歌一筋縄ではいきませんよ。言葉のタイミングとメロディーライン、もう A メロも B メロもサビもそこそこ、こうそれぞれに難しいキーポイントがあります。歌ってみるとわかるんですけど、ビーズの稲葉さんならではのこの言葉のタイミングとこのメロディー感、これはまあファンの方だったら、聞いてメロディー覚えてるとは思うんですけど、ウクレレを弾くところのタイミングとちょっとずれてますからね。この辺がやっぱりこの今の4つ弾きでしっかり4分の4拍子を把握しながら、しっかりリズム通りにメロディー通りに歌えるってことを確認してからね、かっこいいバージョンの練習に入っていってくださる方がね、結構スムースだと思うんで、そこを今一度確認してから、じゃあかっこいいバージョンの解説入っていきます。かっこいいバージョンではコードが2つ追加されます。まずはこれ C メジャー7、大文字の M はガズレレではメジャーということにしております。小文字の M はマイナーですよね。はい。じゃあ C メジャー7、これは簡単ですよ。ここ1個だけ助かるやつ、これ響きもいいんですよ。ちょっと砕けてる感じですね。はい、 C メジャー7。あともう1個、こっちは難しい、ドン、 Fメジャー7。こう、また F、メジャーが出てきましたよ。これがね、ちょっとね、特徴的。押さえる場所はね、こことここなんです。3弦と4弦の5フレットを、こういう風に押さえるね。これ、人差し指上げとくのがキーポイントかなと思うんですけど、ちょっと弾いてみます。いやー、素晴らしい響き。これをですね、かっこいいバージョンではもう、さっき F でやったところ、これ全部この F メジャー7で置き換える。これ、こうですよ。1弦と2弦は押さえずに、3弦、4弦の5フレット。はい。この下げた結構特徴で、次のコード、例えばこの曲で言うと、Em7 だったりすると、ここの5フレットまでの距離が結構あるんです。で、さっと戻りたいんですけど、これね、人差し指が浮かしとくと、ちょっと先行優位性があるというか、ここでやっちゃうとすごく大げさに動く気がするんで、今から覚える方、この指で押さえるのをおすすめするんですけど、まあ、これでも全然問題ないです。とにかくこの2つの場所、F メジャー7。この響きはね、この曲には欠かせない。なんとか抑えられるようになるといいんですけど、難しかったらひとまず F でいいと思います。はい。そしてこの曲はやっぱりリズム。このリズムがね、
いいリズムなんですよ。すごくバラードでとろける、もう最初にも言ったんですけど、とろけるっていうキーワードがすごくいいと思います。今日出てくるリズムご紹介します。はい、ドン。アルペジオプラス伸ばすってやつですね。アルペジオと伸ばしをこう混ぜるってやつですね。はい、それと、ダウンピッキングという弾き方、サビでいってみようと思います。これがですね、ちょっとダイナミックな感じで、今日はですね、ダウンピッキングっていうのはすごく簡単で、後で言葉で説明するんで、まずひとまずこれアルペジオの弾き方をひとまずマスターしてください。このアルペジオの弾き方の解説動画、ここにリンク貼っておきましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中からアルペジオ、濃厚レッスン解説動画がもうアップロードされておりますんで、ちょっとやってみてください。これ簡単ですからね。こういう弾き方です。つまびく弾き方、ちょっと悲しい感じですけどね。はい、これを使っていきたいんですけど、今日はちょっと、じゃあパートごとちょっと解説しようかと思うんですけど、ミックスしたリズムがひとまず多いんですよ。最初イントロから A メロなんですけど、こんな感じです。ちょっと聞いてください。イントロやります。ワン、ツー、スリー、フォー。いいでしょ。こういう感じでやりたいんですよ。これね、最初は、ちょっと F メジャー7を押さえて、最初はアルペジオ。ダン、トントン、ダララン、これ、伸ばすっていうのは、これ、親指で斜めに、斜めですよ。こっからここまで斜めに、イメージを。それで、トロロンととろかせる。もう一回、せーの。いいでしょ、Em7。次は、Bm で G7 いって、また C で、これがね、とろけちゃうんですね。で、ここから歌も入ってきます。ゆっくりと12月の、こんな感じ。ドロロン、これがキーポイント。はい、で、 B メロになって、僕は走りでアルペジオになります。僕は走り閉店間際、こんな感じですね。ここから普通のアルペジオに入っていって、でね、サビでね、このリズムが出てきます。ドン、ダウンピッキング。これはね、結構簡単なんですけど、簡単だからこそ難しいリズムキープっていう問題が出てきます。どんなリズムかちょっとひとまずやってみる。 B メロの最後から、荷物抱えからです。荷物抱え、電車の中、一人で幸せだった。こっから、こんな感じ。どんどんダンドンドンドンダンドン、大きいイメージ、ダウンピッキングというけど全部ダウンなんですよ。 C だけでやってみると、こんなイメージですね。ダウンだけでこのなんつうのかな、大陸的なでっかいスケール感を出す。これがね、結構簡単に思うけど、歌いながらこのサビコード進行めちゃワンブロック全部2個ずつなんで、どんどんやってくる中で F メジャー7とか入ってくると、もうこの5フレットの距離感をすごい感じてください。これはなかなかね、やってみたらわかる、もうね、なんか悶絶なところです。ちょっとサビやってみようかな。いつまでもからやってみましょうか。ワン、ツー、サン、はい。いつまでも早いですよ。どんどんだんどんどんどんだんどん、これ淡々とやってて、でね、だんだん焦ってくるとテンポもどんどん速くなっていっちゃうんで、そうじゃなくて逆、どっしりゆったりいきたいから、どんどんだんどんどんどんだんどんと、どっしりこう地面をつかむようにいきたいリズムなんです。はい、ダウンピッキング、これが結構印象的なんですよね。しっかりリズムキープ、ゆったりやるんだよって自分に言い聞かせてあげると、このサビはうまくいくと思います。で、サビが終わったら、今度は F メジャー7って伸ばしておいて、最後もエンディングにここから行っちゃうんですけど、ガゼレアレンジで。そこではまた一番最初にやったアルペジオプラス伸ばすです。この感じですね。雪がこうしんしんとこう降って、こうシーンとしてるイメージがここで、これとろけちゃう弾き方、親指でとろかすやつですからね。はい、こんな感じでこの曲ガズレレではしっとりととろーととろける感じでアレンジしております。
います。はい。で、この演奏面はもちろんなんですけども、歌詞ね、さっきもちょっと話しましたけど、彼女が欲しがってた椅子を買ったんだなとか、いろいろそういうなんかこう、情景を浮かべながら、雪が降り積もってるのかな、クリスマスなのか、そういうようなこう中身と演奏面がこうふっとこう一つになるところが音楽の楽しくて素晴らしいところなんです。それをね、両方ともこう感じ取ってやるのがいいと思います。さあ、それではやっていきましょう。ビーズのいつかのメリークリスマス、ガゼレリューかっこいいバージョン、やってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。ガズレレリューかっこいいバージョン、いやー、とろけれますね。このなんかこの F メジャーセブンとこの C メジャーセブンとかのとろける感じ、この親指でこうとろかす感じ、このムードをですね、自分でこう表現できるようになると、ほんとね、いろんな曲たもうさらに楽しくなるんじゃないかなと思います。この曲でがっちり掴んでいきましょう。そしてちょっと皆さんお知らせです。2021年の夏、ガズレレがこう提案していました、このカオレレフェス2021、こちらですね、80名様の参加がないと、このフェスティバル以外は開催もちょっと危ぶまれるということでやってたんですけど、なんと参加のメンバーが80名超えていただきまして、なんと開催決定です。これガズクラブ内でのイベントですので、ぜひ皆さん、これめちゃくちゃ面白いイベントになると思います。詳細はここのリンク、ぜひともチェックしてみてください。あと引き続きまして、この本、リットミュージックのこのシリーズ、今3冊の本が、出てるんですけど、こちらの緑の方はこれ見て、赤いニューエディションっていうのがありまして、これ中身ちょっと変わったんですね、最近。はい、これがもう累計12万5千部の突破のもので、大ヒット商品になっているのに加えて、7月にはこちらの本、これの最新刊がまた出ますよ。この本のことも概要欄にありますんで、チェックしておいてください。その他にもガズレレではいっぱいね、グッズがあります。この使ってる、ストラップだとか、キャップ、T シャツ、夏になったらこの T シャツめちゃおすすめ。あとトートバッグとかいろいろあるんですが、この水引きもね、この水引きはガズの両親が一本一本手作りしてるやつなんで、これもおすすめです。この楽しいね、ガズレレグッズで、さらに楽しいウクレレライフ、お楽しみください。それでは本日はガズレレ YouTube 動画見てくださってありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。